はい、調子と兵を置きながらゲーム実況するゲーム補給の時間がやってまいりました。ドローンクエスト3です。続きやります。で今日はオリビアの岬行きますね。どこにいるか、トヘロスを隣ながら行くと。行くぜ。あ、トヘロスを唱えてるから気はそんなに出ないはず。さあ準備はいいかな。あ、近づいてきたんじゃない、だいぶ。あ、浅瀬だ。あ、ここだ、ここだ。行くぞ。どこからともなく悲しげな歌が聞こえる。ああ、ちょっと待って、もう一回。はい、悲しげな歌が聞こえる。愛の思い出を使った。エリックとオリビア2人の愛の思い出が辺りを包む。ああ、エリック、私の愛しき人、あなたをずっと待っていたわ。オリビア、僕のオリビアはもう君を離さない。エリック、オリビアの呪いが解けた。すげえな、呪いの力って。あ、祠がある。お炎が話してる。ここは寂しい、祠の牢獄。聞いてるやな。船乗りの骨あるよいらねえじゃん、預けてくれよかった。話す。ただの屍のようだ。なんもないね。祠の音楽ね、寂しいだ。このスタダルの屍のようだ。あ、炎がいる。これ話したらなんか、あららら、あ、動いてる。私はサイモンの魂、私の屍のそばを調べよう。屍、どれだ。これか、サイモンの屍の近くって。あ、あった、ガイアの剣を見つけた。よし、オッケーオッケー。これを放り投げるんだよ。よし、行っか。これどっから行ったらいいんだよな。アッサラームかな。よし、行くぞ。まだトヒロス聞いてるな。あれ、生きてた。あった。おうて。あ、そこだ。トヘロスもう一回かけるか、念のために。これだ。ここにガイアの剣を放り投げるんだよ。あ、ここにガイアの剣を放り投げる。ここに投げ入れた。おお、火山が噴火するのか、危ねえぞ。ひとたまりもねえぞ、噴火したら。溶岩に巻き込まれないように逃げないと。おお、すげえすげえ。あ、ネクロゴンドの洞窟が出てくるのかな、もう少しで。おっと、すごい勢いで侵食してます。侵食してます。道ができるのか。で、どこにある洞窟は。稲妻の剣と刃の鎧取ったら一旦退却しよう。とりあえずあれだ、最初はこの道具を取るのが目的だ。でその後バラモス城へと。よし、今回まずあれだ、道具を取りに行く。稲妻の剣と
ダイバーの鎧、これ取ったら一旦退却する。敵が強いんじゃない、なんせ。ほら来た。よし、あー吹雪来た。そっか、吹雪っつうのあったか。うー、聞かない意味ね。HP そんな高くない。おお、1000。まずあれだ、刃の鎧取りに行こう。こうだったはず。ここ下行かないで。変わり身敵出んだよな。お、出なかった。え、これどっちだったっけ、右かな。ん、おお、け、地獄の騎士じゃん。うわー、2回攻撃だ、嫌なやつ。あ、でもあんまり強くない、まあ、スクルトかけたからね。よし、うわー、かわされた。やめろ、やめ、焼きつく息か。うわー危ねえ、これ全員負けしたらもう全滅じゃん。さすがに経験値すごいわ。よし、よし、これだな、確かこれだったはず。だから装備するか。お、強え、相場の鎧。奥か、もっと。これか？やった！よし！ナイス！これ一旦出るか。あー、もう一個宝箱取るから。ベホマラーね。賢者の石っつうのがね、あれば同等の効果得られるけど、まだ先だ、それは。出たな。え？アイオンヘッド。よし。よし、オッケー。おーの。全員攻撃してくるのが嫌なやつだな。よし。はいね。おかきレベル上がった、やった、30になった。もう呪文一つ覚えた。なんだ、ライデインとか、何、ベホエミ。おう、お皿左。あー、もうマジックパワーこれしかない。確か道具として使ったらベギラマの効果なんだよね。ただあれだ、フロストギズモの時に使えばいいのかな。よし、え、わずか780ゴールド。入れみと一旦出る。アリアハンじゃなくてアッサラーム。ちょっとこれどうしよう、もう一回レベル上げ必要な気がしないでもないけど。おお、6000ゴールドになってる。あら、したらもうちょっと、もうちょっとであれだ、三河神の盾が手に入る。どうすか、おかげに装備するか。
よし、行きますぜ。体力、あー、待って、敵。一歩で敵が出る。イエー。う、危ねえ。やめてくれ、ザラキは。危ねえな。やっぱりベホマ欲しいな、そろそろ。こりゃエンカント率高い。お、トロル。うわ、ちょっとエンカント率高い。うわぁ、5歩歩いただけで敵が出る。いや、ピンチすぎるわ、これ。もうこれしか、もうここまで来るのに、もうだいぶマジックパワー使ってる。エンカウント率高すぎるしね。やめろー。おぉ、使った。もうホロコーストザラギだから、もうこのカツラやられたらさ、もうラウラルと唱えられるカツラしかいないからさ。あ、でもハゲタももう唱えられるか。そっか、ハゲタももう使える、確かな。おお、よかった、ハゲタも使える。お、穴あるぞ。あれは入っちゃいけないな、きっと。ビューンとかって言うんじゃない？よし。これはこっちかな。あ。ん？落ちていいのか。おお。ライオンヘッド、おお、出てきた。効かない。あー、そっか、ベギラマね。効かない。そっか、あんまり効かないのか。いいよ、魔法トン、これぐらい許してやる。エンカウント高すぎるよ。おっと、階段があるぞ。お、大丈夫かな。もうあとベホエミそんなに唱えられないぞ。呪文一つ覚えた。なんだ、ベホマか。なんだろう。来たー、ベホマ。よーし、早速使うか。念願のベホマが来たぞ。とはいえ、あともうベホマあと3回しか使えない。ん、これどっちだ。あー、5歩歩いたら敵出るっつうな。きついよね。倒した。下食べ。これ、こっちじゃなかったっけ。あー、
また地獄の騎士だ。逃げるか。おお。あ、驚く宝石だ。行け。戦え戦え。お金だ金。よし。イエーイ、1000ゴールド。待ってよ。いいな。やった。おお。来たぞ、ここまで。あー。お、呪文一つ覚えた。なんだ。ライディーンでもそろそろ。なんだ、イオラ？なんだ。話す。なんと、ここまでたどり着こうとは。なんだならきっと魔王を滅ぼしてくれるであろう。さあ、このシルバーオーブを受け取るがよい。おや、そのたら持ち物がいっぱいじゃな。出直して、あら。やっちまったか。約束つかか。おかあき。よし。いいぞ。よし、おっさんからオーブもらったから次は、ラーミア復活させるぞ。あ、なんかいなかった今、左上に。いねえか。あ、炎話しか、話しかけてみるか。いえ。ちょっと話せない炎だったから、まあそれが当たり前だけど。あれバラモス棒じゃない、バラモス帳じゃない、でもいけないんだよ。だから、ここはルーラ。アリアハン行くか。違う。ランシールの近くだ。ランシール。ランシール南だよ。若干南西の方行けばあるはず。あら。端っこの方行って、でここ南行けばいいんだ。ほら、あった。すぐあったね。さあ、どこにある？あったあったあった。お、ちょっと話しかけてみるか、姉ちゃんに。私たちは、卵を守っています。卵を守っています。6つの棒、金の冠に、冠の題材に捧げたとき、伝説の不死鳥、ラーミアを蘇りましょう。同じかな、これ、セーブ。よし、かざすか。とね、誰持ってる？ハゲタ持ってる。レッドオーブ。あ。グリーンオーブね。よし。さあ、どうだ？掲げたぞ。お姉ちゃんに話しかけるのかな？私たち、この日をどんなに待ち望んでいたことでしょう。さあ、祈りましょう。時は来たれり。今こそ目覚める時。大空はお前のもの。舞い上がれ、空高く。来た。小鳥みたい。あれ？これがラーミアか。ちっちゃいんじゃないのか。もっと大きいかと思ったよねっていう話あると思うんだよね。え、どう行けばいいのか、ちょっと話しかけてみるか。伝説の不死鳥ラーミア蘇りました。ラーミアは神のしもべ、心正しき者だけがそのセナに乗れるそうです。あ、なんかドラゴンボールの均等みたいな。心が清くないと均等に乗れないみたいな。乗れるかな。おお、乗れた。おお、寂しい音楽だね、なんか。次もバラモス城だよね、ここまで来たら。これでもうどこでも行けるよね。これなんだ。ああ、これバラモス城。
さてバラモス城ね、行くぞ。今回バラモスまで行きません。バラモス行かないで、どんなもんか、まず、まあ、あれですね、あ、白のやつ宝箱取ったりとかね、それやっていきましょう。あれここに来てどうすんだ。アグレメタルとか出るんじゃなかったっけ。ヘビルマーチ、これ強いぞ、純正。あー、効かねえ。うー、マフィアド。うわー、ちょっと待て、これ。4人マヒャド。だぞこれ、いきなりピンチだぞ。あー危ねえ。あー薄い。よし、とりあえず安心。炎吐くんだ、へえ。強いな。ザオラル蘇れ。よっしゃ一発。ザオラル蘇らないときあるかな。強いぞ。いきなり瀕死になってるよ。違うんだよ。あ、地獄の騎士、これは弱い。うわ出た、動く石像。ちょっと待って、これはね、バイキルトおかげにするか。マヒアド、マヒアド来た、よし、いいぞ。マヒアドか、これはでかい。開けた。トラマナ。わ、これどっちだ。行ってみるか。
ノードラゴン。逃げるか。メラミとか聞くのかな、したらスノードラゴンだから。うっ。お、やった、宝箱。やった、魔人の斧。誰持ってる魔人の。よし。緑の指輪、いいね。うわ。この兜いらねえ。いらねえぞ、捨てる。捨てる、捨てる、捨てる。え？捨てるなんてとんでもない。とんでもあるよ。いらねえんだもん。預けるしかないんだしたら。なんということを。どういうジャッジを不幸の兜捨てるなんてとんでもないなんて。捨てなきゃならんで。攻撃か、厄介だな。あ、いる、バラモス。戦わないよ、まだバラモスとは。一旦したら戻ろう。ちょっと防具とか揃えよう。どうなったっけ。三日神の盾とか、あ、鉄の盾。ダメだ、鉄の盾じゃ。カツラは、カツラはいいね。薄いは、三日神の、薄いもいいね。したらあとバキとハゲただけだ。魔法の鎧、聖堂の盾。ダメだ、三日神の盾買わないと。まずじゃあ鋼の鎧を売ってるな。はい。とりあえず装備してみるか。おお、一気に上がった。ちょうどレイゴールド。いいえ。ちょっと上がったね。よし。よし、というわけで、しばらくちょっとレベル上げやっていきまーす。あ、行きますぜ。ここから行くんだよ。ここね。おし。毎回毎回これ回復しなきゃいけない。エンカウント率高いな。
エンカウント率高いのやめてくれ。トラマナ。よいしょ、下。右。トラマナだ。よし、いよいよバラモスのいるとこに行くぞ。あそこでアホ踊りしてるでしょ何をわたわたやってんだろうね。周りに誰もいない。暇じゃねえのか、こんなとこ一人でいて。ちょっと微調整しよう。ついにここまで来た顔かきよ。この大魔王バラモス様に逆らおうなろう。身の程をわきまえぬ者たちじゃ。ここに来たことを悔やむがよい。もはや再び生き返らぬよう、そのたらの腹渡を食らい尽くしてやるわ。魔法塔なんて効かないよね、多分ね。やってみよう。で、薄いは攻撃して、クバーハつけて、バイキルト。お、封じ込めた。やった。あ？うわ、炎結構効くな。よし、したら、ね、ベホイミハゲタ、薄いは攻撃、アチラ、ベホーマンおかき、ハゲタ、クルト。よし。ああ、助かった。おかき攻撃してくれた。よし、いいぞ。よし。よし。やった。倒した。バラモスをやっつけた。暖かい光が辺りを包む。バラモス倒したんで王様に報告だ。よし、勝った勝った。あ、なんかくれるかな王様。お、みんな出迎えてくれてる。おお、ガキよ、よくぞ魔王バラモスを打ち倒した。さすがオルテガの息子、国中の者がおかきを称えるであろう。さあ、皆の者。お、どうした？ガラガラガラなんか FF みたい。急に地震起きるの。あ、抹消されてく。抹殺されてく。どこからともなく不気味な声が聞こえる。わしは闇の世界を支配する大魔王ゾーマじゃ。
このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。ああ、苦しみ悩むがよい。あなたらの苦しみはわしの喜びなのじゃ。うわっはっはっは。なんと、新たな敵が、なんとしたことじゃやっと平和が取り戻せると思ったのに、闇の世界が来るなら皆にどうして言えよう。大魔王ゾーマのことくれぐれも秘密にな。もう疲れた、下がってよいぞ。これでまた新たな旅が。ダーマの神殿だ。で、こっから。ここから入りゃいいんだっけ、これ。よいしょ。入ってみるかしたら。えい。お、誰だこれ。老いたわしや女王様は、あと幾縛の命とか。ん？なんだこれは。おう。鍵だらけじゃん。あれ違うのかこれ。これか？なんじゃこれ。ここも開けた、ここも開けた。これは？なんで鍵開けさせる？な、あ、いた。ここにいるのか。私は竜の女王、神の使いです。もしそのたらに魔王と戦う勇気があるなら、光の玉を授けましょう。この光の玉でひとときも早く平和を取り戻すことを祈ります。生まれ出る私の赤ちゃんのためにも。あれ、何これ、どうしちゃったの？これ光の玉ゲット？あ、ゲットだ。あれ？どうしちゃったんだろう。よし、これで、闇の世界行くか。あー、腹立った。バラモスのすぐ横にある。兵士がいるぞ。大変だ、すごい地響きがしてひび割れが始まった。走った。そして何かがこの大穴を通っていったのだ。よし、行っか。ピョーン。あんたは見ない顔だな。そうか、上の世界からやってきたんだろう。ここは闇の世界、アレフガルドっていうんだ。あ、船ある。ガキに話してみるか。ここから東に行くとラタトームのお城だよ。東、船いただくよ。誰も文句言わないようだし。うほーい。おお、ドラクエバーの音楽じゃん。あ、ラタトーム、なんじゃ。地獄の騎士、ここでも出てくる。あ、スライムですだって。ああ、うん、あれ城じゃない、竜王の城じゃない。じゃあラダトーム、あら、ラダトームの町にようこそ。ほら武器屋。はい、ハヤブサの剣ある。魔法の鎧、ドラゴンベール、天使のローブ。うん、いいんじゃない、なかなか。というわけで本日はこれまで。続きは次回の講釈で。これからお仕事行かれる方、学校行かれる方、その他の方々、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。